奈良義成の妹は、安土桃山時代の定府、和歌を好み、書を良くした。奈良義成は、永六年間、伏見に遇し、西岡の人貞光旧左衛門について笛を学んだ。旧左衛門は、奈良義成の妹の養殖にめでて、妻禁止を離別し、妹を妻にしたいと求めた。犠牲は、人輪にも取るとして、これを辞し、 密かに母と話し合い妹を悟し、野村隆富士と今後を訳した。たまたま、三好党が乱を起こし、将軍、足利義明を本国寺に襲った。義成もこれに加わり、軍は敗れ、当時に走った。久左衛門は、日頃の鬱憤を晴らすのはこの時にありと、犠牲を負った。犠牲は返し合わせて、これに死んだ。久左衛門は、伏見に行き、妹を奪った。 妹はいつわって、夫へ中、左近と共に戦死し、わらは今かふとなりたれば、こう、君少しく愛恋を垂れ、願わくは所を持って、家にいたし、持って、老母の情を慰めしめよと言い、毛発を立ち、書中に同封して、旧左衛門に託した。旧左衛門は人を使わせて、これを伏見に送った。老母が開いて、これを見ると、歌があり、 重い川ぶっかは深き淵せは早けれど誘う水にはなお、長さめやと、つぶさにその情報を報じていた。老母はこれを見て、悲しみのあまり死者の面前で自殺した。死者は驚き返って、これを救済門に報じた。救済門は大いに喜び、妹に言い寄り迫った。妹は怒り、救済門の博士を奪って、これを刺し、自らも腹を切って死んだ。後に、 小田信長はこれを聞き、旧左衛門の不義婦人を憎み、その才女を捉えて卓形に処した。ありがとうございます。